皆さんお元気でしょうか単発実況の時間でございます。で、今回やるタイトルが、Late Night Mop。なんでしょうね。夜遅くに、モップ掛けをするっていうね、一風変わったホラーゲームのようですね。変わってますよね。で、えっ、ー、と、このゲームは位置の方でね、フリーで誰でも遊ぶことができるので、環境が揃ってる方は一度遊んでみてもいいんじゃないですかね。それではやってみましょうね。ポチッとな。なんだ

えっと、ユーズ WASD キーで動くか。じゃあ、あれか、俺は掃除業者かなんかで頼まれたってことかな。これは関係なし。これなんだん電気メーターかななんでこんなとこに電気メーターが丸出しになってるんだまあいいや、もう怖えな。えちょっと電力が足りてなさすぎだろ。え、これ行くの嘘でしょ。 えクリックトゥピックアップモップ。これか。これで掃除しとけと。なるほど。よし。あ、これな。クリックトゥクリーンダーステインオンザフロア。なんだこれ茶色いけど。おい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 。これうんちょじゃないだろうな。えっ、ー、と、レフトクリック。はい。おい。ああ。雷だよ。 ちょっと待って、これすごいな、このモップ。2回こすっただけで。あら、不思議。何にもなかったような綺麗さですね。雷かー。え、何あれえ、顔か何ちっちゃい顔かな怖いんだけど、何これ。え何何これ。あ、ゴミか。ピックアップトラッシュプレイス、イッティンザカン。えっ、ー、と。 ゴミをゴミ箱へって感じか。はい。本当にあれだな、掃除する感じだな。てか、なんだここ、ホテルかん広いな、家が。えー、あれでも違うな。ホテルじゃないのか、家なのか、これ。嘘だろ。あのご容器物のクソ野郎は、金持ちってことか。そうだよね。だって廊下がさ、えー、これ人何個分 1,2,3,4。おぉ。なんて広い廊下なんだ。金持ちだな。すげえな。あ、だからまあこうやってね、ちょっと汚れただけで、ちょっとどころじゃねえの。まあ、お金があるから、掃除業者をすぐに頼めるって感じか。これ絶対うんちょだな。なんでこんなことに。何がどうしたらこうなるんだよ。 トイレットペーパーがいっぱいあるよ。よいしょ。これ絶対うんこだよね。あとちょっとだったのにな、トイレまで。よいしょ。あーすごい、このモップ。欲しい。最高じゃねえか。2回こすっただけで。なんだこれ大か、ダイソン製かスーパーステインモップクリーナー。もう頑固なうんこに悩まされる日々は終わり。2回こするだけで、あーら不思議。 まるで新品のようにピカピカだえー、っと、壁紙は怖いね、汚いね、ちょっとね。これは、あれか、ロックか。ええー、何があったんだこれちょっと待て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 。んいろんなものが散乱してる。なんだこれあスプリングウォーター飲み物か。これ缶だな。ビールかな。なんだ なんか今、コンコンゴンって音がしたけど。なんか微妙にライティングも怖いんだよな、この家。なんでこれにちょっと青白いのなんだ、パーティーでもあったのかそれにしてもな、至る所にちょっと、うんちょがね、どんなハードなパーティーをしていたんだろうか、想像するだけで怖いですね。よいしょ。 なんでこんなことになるんだよ。こっちにはさ、スーパーステインモップクリーナーがあるからいいけど。うーん。いあれですかねもしかして。パーティー中に生ガキが出てきて、全員腹壊して、みたいな。ノロウイルスで。もう至るところでうんちプリプリしちゃったみたいな。感じかもしれんない。い怖いですね。うんちプリプリ、くちゃい、くちゃいと。うん これ全部掃除しなきゃいけないのかめんどくせえな。よいしょ。いえぇ、ー、マジでなんだよこれ。ちょっと緑がかってるけどな。すげえ <laughs> このモップすげえなほんと。こんなラグに染み込んだものですら。えー、ちょっと擦るだけでね、ピッカピカですよ。これいくらなんだろうな。3万ぐらいまでだったら買うぞ俺。 よし。今んとこ別にこれといって恐ろしい怪奇現象的なものは起こってないですね。まあ起こらないでな。住むんだったら越したことはねえや。動画としてはどうかと思うけど、うん。しかしだ、ね、怖いのはね嫌だからね。えー、っと、あとこれだけか。よいしょ。 お終わったか終わったかなで、こっちかな開くな。あー、ちょっと雰囲気がいいね。怖いですね。よし。いやー、やっぱ至るところにね、こうやってね、飲み物が落ちてるってことは、やっぱパーティーがあったのかなてかそもそもさ、飲んだ後にその場に捨てるっていう感覚がもう理解できないんだけど。そんなやつは絶対に教え合いになれないわ、俺。 ええと。よいしょ。よいしょ。ああ、まただよ。しかし、このモップクリーナーは最強だからな。いやー綺麗になるって気持ちいいですよね。皆さん、お掃除は好きですかよいしょ。あと一個か。まあ、掃除するとね、ちょっとなんでしょうね。こう、綺麗なのでね、心も晴れやかになってね。 いいいんじゃないで,すか、ね、で、こっちか。違うな。あ、こんなとこに鍵があるな。んクリックと、なんだ、グラブオフィスキー。オフィスどこだ、ここか違うな。え、どこだろうな。おおなんだお前。なんかいるな。なんだあれ。え 明らかにちょっと人間ではなさそうだな。目が光ってるもんね。ちょっとお化けの旧太郎っぽいけど。おいお前なんだえなにこれいかんな始まったな、おい。ちょっとなんだ、今の。明らかにモノノフっぽい感じだったけどな。 どこだよ、オフィスって。ここかなよし。汚ねえな、おい。よいしょ。オフィスかなんか段ボールだらけだけど。ここの住人は一体何をしてる人なんですかね。よいしょ。えーっと。よいしょ。どんだけ飲んでんだよ。アルチューか何かなのか。 よいしょえっ、ー、とあこんなとこに鍵があるルームキーはい取っときましょうねなんだこれダンベルか、うん、であとこれとあとはこれかえっ、ー、とこれだな音,音がでかい 音が大きい。びっくりする、それ。絶対。誰でも。は今、どこにいたここら辺にいたなこんなとこ人間入れないもんね。明らかになんかあれだな妖怪っぽい感じか。なんだ、曰くつきの家なのか、ここ。こっち暗いんですけど ルームキーってどこだよこれか違うなえどこだろうこっちかおーおーそんな大きな顔出てきたらさあ,あんた誰だってびっくりするでしょうがこのバカチンがなんだよ今のびっくりしたなんだこれクリック・トゥ・リーブ離れるなんだこれ エンディングあれめっちゃ怒ってる、like oh, also, あっクビになったノープエンディングだってノープって何だっけノーのスラング的な感じ違うそうじゃないみたいな感じがへえー もう、ゲームの中でクビになったんだけど。マジかよ。え、これ終わりこれ。あー、間違ったな。そうか。じゃあ、ちょっと待って。さっき終わらしたとこまで、あれですね。カットして、ちょっと飛びたいと思います。はい。はい、えっ、ー、とですね。先ほどのね、ルームキーを取るとこまで戻ってまいりました。これ取りましょうね。で、えっ、ー、とですね、この、 えー、汚れを全部取ると、この目の前にですね、やつがいるはずなんですよ。なんでどんな感じの顔かに見てみましょうね。さあ、近づきますよ。ああ、なんかやっぱ白くて丸いお化けのようですね。結構ガタが良かったな。床の方に抜けてきましたね。なんだで、こっち行っちゃうとまずいから、ルームキー。んー、どこだろう こっちかなお <laughs> なんだよびっくりした。ちょっとなんかエヴァンゲリオンにあんなのなかったっけなんか十字架っぽいのにさ、こう、吊るされてるの。あ急にバッと出てさ、大きな音,音が出るとさ、びっくりするよ、そら。であれだ 二回目ちょっとやってて気づいたことがあってタブキーを押すとですね、今のタスクがね、わかるっていうのがありましたね。で、えっと、このね、えっと、チェックが入ってないやつを掃除したら終わりって感じですかね。あと、マスターベッドルーム。なんで二つあるんだこれ。バスルームか。マスターバスルームとマスターベッドルームを掃除したら俺の仕事はおしまいと。あと二つか。終わらせちゃおう。ちゃっちゃとな。よし。いやー、いい部屋ですね。 ここもか。いやー、集団食中とか怖いな、もう。いろんなとこでね、吐いたりね、プリプリしてたんでしょうね。そう考えると地獄絵図だよ。うん、なんかあれだな、このホラーゲーム急にパッと出てくるからな。もうなんか急に関東とかするの怖いな。 よしあ、バイオリンですかね。あれチャラオじゃないのか実は。クラシック系の、ちょっと、お金持ちのボンボンなのかもしれないな。そんな感じはするな、はあ。古いテレビだな。80年代って感じですね。お金持ちなのにこんなちっちゃいテレビなんだな。よいしょ。あとは、これか。 えー、終わったかなまだいっぱいあるな。よし。もう、ちゃっちゃとな、掃除して終わらせてな。帰ろうな。怖すぎるもんな、ここな。よし。で、えーと、これと、ここだな。よし。で、タスクチェックだ。終わったようだ。あとは、ここなんだ あ、ロックかかってるな。えここ入れないのか押すとかこれ、こうやって。関係ないのか押す。ダメか。やばそうだな、これ、なんだ引きずった感じの跡だな。はい。おー、やばいな、これ、地か。 BGM が入ってきましたね。怖いですね。血だ。これ、人間の血かな引きずってきた感じだよね。ええー。なんでろうそく、おしゃれですけどね。ほんと好きだな、これ、ろうそくとか血とか。しかし、こっちには、ステインクリーナーがある。おお綺麗になるぜ。こんな血の塊。無理だろ、ね、モップで。 終わったかお、ゴーホーム。帰ってよし。よし、帰ろう。なんだあれんなんだあれなんかベッドの下になんか、白いもんがあるな。うお手だ、きっとな。スーッと消えてったな。そろそろ来そうだな、また。おっきなウェーブが。大丈夫か よしさあ帰ろう大丈夫だなよしチェックチェックはあ変なお屋敷だったなうんなんか割れた何物落としたなえどういうこと 帰るか、見に行くかみたいな感じええー。もう帰るよ俺だったら速攻。関係ねえもん、別にもう。やったし。でも見に行かないとダメなんだろうな、これな。動画的にはな。行きますよ、皆さん。覚悟してくださいね。これは、これは、なんか来そうだな。なんだろうな、怖えな。こえ、何 ー <laughs> 最低だ。<laughs> 最低。 あチャラオからの電話か。ベリー、ベリーデッドエンディング。ディーモン悪魔なんでそんな楽しそうなんだ、お前。薬でもやってんのか生きてることを、あのー、 の、願ってるよ、みたいな感じか、はあ。びっくりした。もうほんとやめてほしい、心臓に悪いから。え、これ、あれか。じゃあ、普通に帰ったらどうなるかって感じか。なるほど。じゃあ、ちょっとね、えっと、最後の方までまたね、えー、っと、カットして飛びたいと思います。さあ、えー、っと、先ほどのね、どこまで戻ってまいりました。で、これを進むと、後ろからね、 パリーンって音が聞こえますね。で、えっ、ー、と、あちらへ進むか、まあ、go home ーー、家帰るかって感じですが、家帰りましょうね。もう嫌だよ、こんなところ。帰っちゃう、帰っちゃう。さあ、どうなるおジョブウェルダウン これグッドエンディングかなああ、喜んでましたね。ああ、これでクリアか。結局何だったんだろうなあの白いさ、おはげのさ。 おばきゅう。うーん。だからその、電話の主があそこに住んでるわけでしょで、あんだけ部屋が散乱して荒れてるってことは、やばいやつですよね、やっぱりね。取り憑かれてんのか何なんだか。うーん、謎は深まるばかりだな。ねこのまま謎は謎としてね、掘っておきましょうね。うん、考えてもね、ないでしょうからね、答えが。いやー。 これで終わりか。皆さんはね、えっ、ー、と、このゲームどう感じたでしょうかね。それでは、えー、単発実況でございました。ありがとうございました。バイバイ。